茨城県立水戸第二高等女学校は1933年に茨城県水戸市に設置された茨城県立の高等女学校である。校名変更を経て、1948年に現在、水戸市大町にある茨城県立水戸第二高等学校に統合された。茨城県立三戸第二高等女学校は1933年3月17日に設置され、 同年4月に開校した、茨城県女子師範学校の併設校扱いの学校であり、女子師範の敷地内である、三戸市寺町に置かれた。修行年数は4年、1学級50名の学校であった。1938年3月現在の茨城県女子中等学校種別、学級数、生徒数の統計では、学級数は4、生徒数201人となっている。 1943年茨城県女子市販学校が、管理の茨城市販学校になった後も、第二校場は、市販学校女子部の併設校扱いのままであった。1945年8月2日未明の、水戸空襲で校舎を消失し、戦後、中郡勝田町の元日立兵器、株式会社付属青年学校跡の建物に、市販学校女子部と共に移転した。 1946年には中等学校令の改正等により修行年数が5年となった。市販学校の再建計画により女子部の移転話が進むのを定期に第二工事関係者に市販学校からの独立の機運が高まる。そして1947年9月11日に市販学校女子部は土浦市の旧海軍航空要員研究所跡地に移転したが、 第二控除は、その翌日に、旧陸軍東部第37部隊跡地の仮校舎に移転し、市範学校からの独立を果たした。しかしながら、この時期、日本の教育界は、学生改革により慌ただしく、制度を変えている最中であり、第二控除はその動きに翻弄されていく。まず、昭和23年度からの、 新生高等学校制度発足に向けて1948年1月1日に、公明を、茨城県立三戸第三高等学校に改称した。なおこの学校は現在、三戸市三の丸にある同盟の茨城県立三戸第三高等学校とは別の学校であると記す。この年3月の第二公助最後の卒業式での、卒業証書の公明はすでに解消後の公明となっていた。 そして、新生高校としての水戸参考が同年4月1日に開設された。場所は東茨城郡渡里村で、生徒定員は150名であった。だが、同時期に、水戸市内にあった他の高等女学校のうち、水戸市立高等女学校が3月31日に県への遺憾承認がなされ、翌日に茨城県立水戸女子高等学校と改称。 茨城県立ミッド高等女学校が4月1日に、茨城県立水戸第二高等学校と解消し、それぞれ新生高校になったことで、水戸市内とその近辺に3つの県立の女子校が存在する事態に至った。そこで、茨城県は女子校の再配置を図り、結果、水戸三3校は水戸に2校に統合されることとなった。昭和23年5月10日、 茨城県国事第173号で開設したばかりの水戸参考を同年5月10日限りで廃止することが告示され、第2工所直系の学校は消滅した。告示後すぐに水戸二校への移転作業が行われ、5月31日に水戸三校生の水戸二校への初登校が行われた。日本の戦時職が強くなる時期に誕生し、戦後改革の激流に飲み込まれ、 幕を閉じた第二工場は、その約15年の歴史で692名の卒業生を出した。かって寺町にあった校舎跡は現在は、水戸市立御検証学校の所在地となっている。1972年5月、その高地の一角に、かってこの場所に第二工場及び茨城県女子市範学校があったことを示す石踏みが建てられた。 茨城県立三戸第二高等女学校、茨城県立三戸第二高等学校、茨城県立三戸第三高等学校系不略図、第二高女は併設校との立場から女子師範学校と密接な関係性を有していた。敷地を女子師範と同じくするばかりか、女子師範の教員が第二高女の教員を兼任するという状態であった。また、 生徒も第二工場卒業後女子師範学校の第二部に入学し、教員となる者も,も多くいた。陸上部が強く、県内の女子競技大会では数回優勝しており、中には非公認ながら総幅飛びで当時の全国4位の記録を出した選手もいた。教員校長として1938年に赴任。その後沖縄市範学校に転任し、沖縄戦に巻き込まれる。 京都帝国大学卒業後、1934年に教員として赴任し、1943年まで茨城県にいた。考古学者としても巧妙で、茨城県在住中に、新井張群画との発掘調査を行い、国内で初めて地方群画の概要を明らかにした。図画教員、1933年の開校当時から1937年までいた。 図画教員。1936年から1946年頃までいた。1940年、東京帝国大学文学部社会学科卒業後、教諭として赴任。社会学者で、九州大学名誉教授。ありがとうございます。